まあ、2試合ほど引き分けがついた中、前節は勝ち切ったという、そんな戦いになりました。ジェフ千葉、まもなくキックオフを迎えます。山形ボールでまずゲームが開始です。最後尾から山崎がここはつなぐパスを送っていきます。これは藤から長いボールから折り返してくれる。ヘリングセリアった。クロスバーのわずか上。チャンピングに行きました。オフサイドなかったんですね。今鈴木大輔のところ。藤田からセンターへ。国分です。そして前行く。さあチャンスだ。シュート。とわずかにイライダー。林のシュート。特に今スリーバックになって、まあ、中央はねチャンミング、そして右まだ若い岡野と。もうここで持った。シュート。また林のシュートです。ここで前半終了の笛が吹かれます。前半は0対0というところで終わりますが、渡辺さん、前半の印象はいかがでしょうか。柏から今季完全移籍という小林です。さあ今後半が始まりました。チャンミングの姿もあります。さらに鈴木大輔もいます。鈴木はニアに走る。ニアに上がってエクアドルがシュート。最後スライド飛び込んできましたが、お互いに、まあ、本当に、ね、ビッグチャンスにこうなりそうでならない部分もあります。さあ逆サイド展開してきました。これは右の展開。そして安田立ち際クロス入れた。来たシュータイミング。綺麗に決まった。ジェフ・ユナイテッド千葉先制ゴール。59分、右カーブ安田のクロス飛び込んでいった船山で、裏のスペース船山見つけて入ってきました。ほとんどフリーでしたもんね。いいボールでしたね。中原が左、いや右に回ってますね、で加藤が左ですか、はい、スペース。この左にいいボールが出ます。加藤中に入れてくるが、サンタが惜しい。軌道ボールには触りましたが、先ほど入ったばかりの加藤からのボール、アリクロスグランダー。そうですね、触るのが精一杯でしたね。おっと、そこはファール、藤田が倒れました。お、早くも起き上がって、そしてまたリスタートも仕掛けて、右に移った中原、中原が入っていく。左利き、狙った入った。中原光る。今季初ゴール、席初ゴールが決まりました中原。うまく自分で時間とスペース作って戻りながらのシュートですが完璧ですね。軌道です。ここで前に出したいムラクォーター。一度藤田へ。藤田どうするか。藤田が狙った。ミドルシュートを狙ってきました。ここで今試合終了。お互い両チームの選手が膝に手をつき